続きでございます。一人でムンブルクへ行ってホテルアラクエを作ってきました。青の開拓地の途中なんですよね。こんなところにベルを置いてもしょうがないよね。トロッコないのか。トロッコはどこに置いたんだろう。他にトロッコは置きっぱなしなんだね。またがない。あれ、みんな持ってなかったっけな。みんなが持ってたのはこっちかな。なんだ。じゃあ綿を取ってこなくちゃダメだね。じゃあ綿を取ってくるしかない。後回しにできない。僕の性格からすると。何やってんだろうな。いつものメンバーです。綿はいくらあっても足りないね。綿を集めに来ましたよ。
てくれ。おいいね。もう一個もう一個もう一個。ダメか。くれよ。旗が取れないパターンがあるからね。その時は手伝ってくれないのかもしれないね。じゃがいもないかも。こっちなさそうだね。お願い。1個ずつか。
個ずつか。もう全然また取れないね。使えるものは使わないとね。取れないね。しかないんだよ。またね、もっと欲しいんだよな。さあ、バンサー。
張ってもね、しょうがないんだよね。バイバイ。まだ綿、もうちょっと綿いるけど、一回帰るか。いるものとしては、あ、鉄金のインゴットないのか。それも取りに行かなくちゃダメだな。じゃあ金のインゴ、金を取ってくる。金ここだっけ。金なかったっけな、ここ確かあったと思うんだけどな。こっちかな。中に金がこっちにあって、こっちは塔の中間ぐらいに金があったと思うんだよな。こっち行こうか。じゃあこっちだとあんまいいや。あ、ちょっとね、次回にしますね、この続きは。